今日はホンダの新型コンパクト SUV WRV をご紹介したいと思います。この WRV なんですけれども、ベゼルよりも価格帯を下げた新しいコンパクト SUV ということで注目の1台だと思います。でまずボディサイズからなんですけれども、全幅が1790、全長が4325mm、全高は1650mm ということで、都市部で扱いやすい SUV、こういうふうになってます。 X と Z、 Z プラスというこの3つのグレードを用意していまして、これがその最上級グレードの Z プラスで、 Z グレードになるとここにフォグランプがつきます。ですが注目していただきたいのがこのヘッドライト、これは X グレードから全部同じのフル LED ヘッドライト、これを採用しているのがポイントです。ちょっとウインカー光らせてみますか。この全体的にスクエアな形状がまず特徴で、最低地上高も 195mm あります。で Z プラスになるとこのルーフレールを模したものですね、これからドアの握るところ、これもメッキになってます。ホイールは Z グレード、Z プラスグレードになると、このベルリナブラックという塗装との切削加工の17インチアルミホイールを採用しています。で、リアに回ってくると、印象的なのがこの横に長いライト周りですね。まあ、ここは光んないんですけれども、ここが LED のランプになってますので、こうすごくこう後ろから見てるとワイドな感じがして、すごい印象的でかっこいいです。でこういうところも全部 SUV らしく樹脂パーツになってます。でこのミラーは日本の規格に合わせた専用設計になっていまして、まあ、ここにほうき対応用のちっちゃいミラーもついてます。これ今日本向けと言ったんですけれども、この WRV の生産国はインドです。で今回はこのインドと日本両方で開発をして販売されています。でインドはもっと先に発表されているんですけれども、今回日本の仕様がお披露目されたということになります。インテリアは水平基調が特徴で、ものすごいこうすっきりしているのがいいですね。運転席周りを見てみたいんですけれども、グレードの Z、Z プラスのでは本革巻きのステアリングホイールがついています。これ前の旧型のアコードとかとハンドルのデザイン一緒なので、ものすごい高級感があります。メーター周りを見てみたいんですけれども、ここ7インチの TFT モニター、これを採用しています。全グレードに同じモニターになっていて、すごい見やすくなっています。この左側がいろいろ変えられるようになっています。パドルシフトもちなみについてますよ。WRV、 この特徴の一つなんですけれども、スマートフォンの置く場所、これがたくさんあります。一つはここです。この細長いところにそれぞれこうやってスマホが置けるんですよ。これめっちゃ便利ですよね。それからこっち、ここもスマホが1個収納できるスペースあります。で最後にここ見てください。ここに立ててスマートフォンを置けるように深い収納ボックス入ってます。どこでも自分が置きやすい場所にスマートフォンが置けるのはとってもいいと思います。シートはシンプルなブラックで、表皮なんですけれども、一番下の X グレードは全部ファブリックなんですが、その上の Z、 それから Z プラス、この今乗っているのは Z という真ん中のグレードなんですが、このプライムスムースという合成皮革ですね、それとこのファブリックのコンビシートになっていて、フィットと同じ形のシートということで座り心地もすごくいいですし、何よりやっぱ見た感じの質感が場所によって違う素材を使っていて高級感もたっぷり、とってもいいと思います。
今乗っているのが Z プラスグレードということで最上級のモデルになります。でこの真ん中にあるディスプレイなんですけれども、9インチのホンダコネクトナビ、まあ、大きさのこの9インチのナビは ZR-V とかベゼルとか、これよりも上級な SUV にも採用されているものです。接続すると Apple CarPlay や Android Auto、 これにも対応しています。後席こちらに入ってみたいと思います。で最低地上高が195ミリあるので、ここはちょっと高いんですけれども、フロアは低いので乗り降りはしやすいです。で今後席に座ったんですけれども、 WRV の、まあ、特徴の一つであるこの後席の居住空間、これとっても快適です。まずはこの足元、ここがすごく開けているのもまず一つ特徴かなと思います。エアコンの吹き出し口も左右独立でついてるんですね。このアームレスト、これもドリンクホルダーが2つ入るようになってまして、もうこうやってね座ってると、本当高級セダンに乗ってると思ってしまうぐらい広々とした室内空間が確保されています。広大な荷室空間も特徴の一つです。458リットル。これクラストップレベルなんですけれども、でさらにここのですね床下にも、まあ、ジャッキとかも入ってますけれども荷物を積むスペースあります。でこの状態でスーツケースを縦に4つ、ゴルフバッグを2つ乗せられるほど広大な荷室空間になってます。この WRV のまず発表が今年の12月を予定しておりまして、で発売は2024年春、こちらを予定しています。で気になる価格なんですけれども、まあ、あんまりまだ詳しい価格っていうのは出てないんですが、200万円台前半からを予定しているということで、まあ、ベゼルのガソリングレードよりちょっと下ぐらい、これを狙っているとのことだったので、まあ、詳細が出るのが楽しみですね。